仕事場に来ててすごい静かな小声です。ミスジンジャーのお茶を作って届けに行ってきます。今日は、ヘッドクォーターで私スカラシップとして働いて、その仕事の様子をさきちゃんが撮ってもらってます。ありがとう。で、少しね、何してるかちょっと皆さんに見せます。ここに着いたらまずクロックインって言ってタイムカードみたいなのをパソコンでやります。で、やった後はメールチェックしたりして、あと留守電誰か残してたらそれ確認したり、誰かが、電話かけてきたらそれに対応、応対したりとかして、私と花でバイスチェア の担当しています。で、今日は、クリスマスが近いってことでクリスマスカードをこの封筒に入れて、今年がこんな感じで、去年がこれだったんだけど、そうで、これをこの封筒にこの近況報告っていうのかなをプラスで入れたいと思って今日追ってきます。で、今日特別にさきちゃんが私のアシスタントをしてくれました。私のスーパーバイザーです。Working. さきちゃん、アシスタントしてもらうつもりで、てかアシスタントしてもらってるんだけど。それだったら変わらない。普段はこんなに忙しくないから呼んだのに、今日バリバリ働いてる。はい。クリスマスシーズンで、明日土曜日なんかミーティングがあるらしくて、さきちゃんバリバリ、ヘラー、めぐちゃん、I will miss you. You're not going anywhere. で、前のビデオでも映ってたね、but you were in the last video. Oh yeah? Yeah. We are in the IB.True. 今ここがヘッドクォーターで私たちが働いてる場所なんですけど、今日はカフェテリアの中の2階がいろいろミーティング室とかクラスになってるから、そこにこういうボードミーティングっていうのがあって、そのギフトを今そこに届けに行ってます。頑張ってます、さきちゃんが。ごめんね。本当私のね、予定じゃいつもデスクワークだから、さっき見せたカード封筒に手紙入れる作業を手伝ってもらおうと思ったら大忙しだった。忙しかった。ありがとう、来てくれてちょっと楽になったかな、それで。今カフェテリアでデリバリーの仕事が終わってからヘッドクォーターに帰ります。カメラマンさん、さきちゃんです。はい、声の人やります。何言おうかな。で、この仕事は私はバイスチェアのデパートメント部署で働いてるんだけど、スカラシップっていうのは外国人の生徒に与えられて、スカラシップもらいたい人は入学したい1年前に申し込んで、で、そこから何千人っていうか何百人の人が応募するから、11月頃にミーティングが行われて、誰を、スカラシップ生とするのかっていうミーティングが毎年行われます。で、選ばれることがねできたから、私もこうして働いてます、社内のために。でも働いてるおかげでいろんなところとかいろんな人に出会えたり、こう頑張って英語を使わないといけない仕事なのですごいいいです。ってところにヨッチが、ヨッチもスカラシップ生出たー、ヨッチ
で撮ってる。よしくんです。よしくんで、よしくんは CNJ で学生だった。はい、そうでした。で、彼もスカラシップ生、2年生の時にスカラシップ生になって。そうですね。で、どこの部署なんですか？今はハウジングオフィスじゃなくて、ファイナンシャルオフィスですね。ファイナンシャル、大丈夫かね？ちょっとね。風邪ひいてないですもん。めっちゃ鼻声だけど。鼻声だけだけど。やみましたよ。やみました。はい。やみ？やむって何？ファイナンシャルは何する仕事？ファイナンシャルは俺の仕事は基本的にアシスタントとしてやるんですけども、はい、まあスーパーバイザーのその補助ですね。をちょっとやるんですけど、まあ電話対応とか、まあ、スキャニングとかで、まあエクセルちょっとやったりとかぐらいですかね。はい、それって1年生来た時は英語喋れてた？全然喋れなくてですね、レベルが1から始まったんですね。っていうのは英語クラスが 1,2,3,4 があって、4が一番トップで、I'm is a から始めたっていうね。ここ来てまさかのそんなすごいところなんですけど。でも同じ1年生、彼が1年生の時に私が2年生で、そうですね、1学期だけ同じクラス重なって、ワーシップメジャーめっちゃ頑張って努力してみんなに愛されて、いやいやいや、なんとかなってた。もう全部神様ですよ、これは。はい、はい、あとこのおかげですよ。このおかげ、このおかげ、名前とかあるの？メガちゃんのおかげですよ。はい、じゃあちょっと俺は行ってくれて、はい、それでまた会おう。はい、また。はい。